バーティカルソリューション賞受賞3点目は、フリー株式会社、おめでとうございます。はい、フリー株式会社の増田と申します。本日はこのような賞をいただきましてありがとうございます。今回受賞しましたプロジェクト管理フリーという賞サービスは、主に自宅開発、ウェブ制作、コンサルティングなどのプロジェクト型のビジネスを行う企業に向けた工数管理、経費管理を簡素化し、リアルタイムにプロジェクトの収支を確認できるサービスとなっております。バックエンドは Ruby on Rails を採用し、 Ruby の持つ柔軟性と世の中や社内にあるライブラリを活用することで、高速にプロダクトの仮説検証を行い、プロダクトの本質的な部分に集中して開発を行うことができました。今日こうして賞を受賞できることにあたり、プロジェクトに関わった皆様やフィードバックをくださるお客様にお礼申し上げます。本日はどうもありがとうございました。弊社、フリーは2012年創業で、スモールビジネスを世界の主役にをミッションに、中小企業や個人事業主といったスモールビジネス向けの SaaS サービスを提供している会社となります。今回 Ruby on Rails を用いてプロジェクト管理フリーというプロダクトを作りました。これは、従来手作業の多かったプロジェクト管理領域において、工数の入力、そして集計を行うことをとても簡単に行える SaaS サービスとなっています。はい、Ruby のいいところはやはり柔軟に高速に動くプロダクトを作れるというところがいいところだと思ってます。 Ruby のもう一つの特徴として、ライブラリを提供する Ruby Gems という仕組みが備わっているところがいいと思っております。今回新規領域で、Ruby を使ったのですが、やはりこの試行錯誤を繰り返すところでの Ruby の柔軟性というのはとてもいいなと思いました。で、今回その新しい領域でもノウハウがたまりましたので、Ruby を活用していきたいと思います。で、弊社としては、クラウド ERP という構想を掲げていて、今後フロントエンドのサービスを数々と作り出していく予定になっています。その時にも、今回得た知見というのを生かされて、Ruby と共に新プロダクトを生み出していきたいと思っております。